プラリネプラリネは、焙煎したナッツ類に加熱した砂糖をあえて、カラメル化したもの。成果原料として使用される。粉砕、ペースト化したものや、焙煎したナッツのペーストと砂糖との混合物を指す、こともある。プラリネは、もともとは、フランスの貴族、外交官、軍人のセザールド、ショワズールデュプレシスプラズラン FR、セザールで、 ショワズールジュプレッセプラズランの料理人のクレマン、ラサーニュによって17世紀に考案されたもので、プラズランにちなんで、プラスラインと名付けられたものが転じて、プラリネになったとされる。初期の頃は、アーモンドに様々な香りや色をつけて砂糖をかけたものであった。それが後に、アーモンドにシロップを絡めて、カラメル状になるまで煮詰めたものに変化していったと、言われている。 日本で一般的になったプラリネという読みはドイツ語読みであり、英語ではプラーリン、またはプレーリン、フランス語ではプラリーヌといった読みとなり、単純に砂糖で覆われたという意味でも使う場合もある。出典、ありがとうございます。